うちのマー君さ、マー君弟なんですけど、うちの弟マジでいかつくて、あの楽器が好きなんだけど、なんか場所はわかんないけど、定期的に道端でさ歌ってるやつあるじゃん、あれやってるらしい。路上ライブやってるんだって、うちの弟。だからどっかで路上ライブしてたらマー君かもしれないので、よろしくお願いします。はい、どっかでね歌ってるらしいんでね。ゆず身長178の体重が多分56とか、ガリッガリなんよね。ガリッガリで、見た目があれに似てる、あのなんだっけ、あのあれ、あのなんだっけ、あの東京リベンジャーズに出てくるドラケン、ドラケンに似てる、ガリガリのドラケンって感じ。うんで、楽器弾いてて、曲はレコードでしか聴かなくて、レコードだよ、レコードで曲を聴いていて、あとは早寝早起きをしている。朝の7時くらいに起きて、夜は23時には寝てるらしい。不思議すぎる。バイトもしてる、バイトしてて、あとは、え、なんかさ、ちょっとごめんね、こんなこと配信で話していいのかわかんないけどさ、話しちゃうね。弟なんか恋をしたらしいの、バイト先の人と。ちょ、弟の恋バナ聞いてくれる？で、恋をしたらしいんだけど、なんか、あの、好きな子に告ったら、バイト辞めちゃったんだって、その女の子。気まずい。気まずくて辞めたんかな。もともと辞める気だったんかわかんないけど。マジでかわいそう、気まずいよ。え、これ弟に言われたらマジで怒られるから、しやめて、バラさないで。うん、でもマジいいやつなんですよ。で、見た目がちょっと怖いんだよね。でもね、それある気がするよ。なんか中身めっちゃ優しいんだけど、見た目が結構マジドラケンすぎるんだよね。好きなブランドはコムデギャルソン、コムデギャルソン合ってる？なんか、あ、それが好き、ずっと好きなんだよ弟それ。ちっちゃい時から、中学生くらいから好き。ドラケンでコムデギャルソンが好きで、楽器はバイオリンとか、え、ギターとかチェロとか、あとピアノとか何でもできる。もう楽器なら何でもできるっていう感じ、うん、金管楽器以外何でもできるタイプ。うちの方すごいんですよ。いい人がいたら教えてあげてください。でも、あの審査が必要、夏色祭り審査が必要ね。え、うちの弟のマー君の彼女になるには、いや、祭りよりスペック低い女無理なんで。夏色祭りよりスペック低い女には塩を撒きます。悪霊退散、悪霊退散、消え失せろ、パッパッパッってやりますので、よろしくお願いします。厳しい。じゃあお姉ちゃんと付き合っちゃおっかね、禁断の恋始めちゃう。無理か、それはさすがになしか。うん、ハードル高い。まつりちゃんハードル高いんかな。うん、ホロメンしかおらん。確かにホロメンしかおらんけど、ホロメンとは付き合わせられないね。まつりがホロメンと付き合いたいね。バオバーって付き合おうか。いや、付き合わなくていいんだよな。もうバウバウはもう産むから、俺が産むから。この長い長い下り坂を君を自転車の後ろに乗せて。